あのね、シルコさんを好きな人ってね、変わってる人っていうか、変な人が好きな人。ね、この人間ちょっと観察してたいっていうタイプの人は、シルコさん好きな人。シルコさん好きっていうんじゃなくて、この人間ちょっとおもろいなっていう。という目でよく、人を見る人。シルコさん好きな人が多い。いろいろいるよ。他の人もいるよ。シルコさん好き、チュキピって人もいるし、あ、シルコさんよちよちってタイプの人もいるし、面白い人が好きとかいう人はね、やっぱ民弁さんとこかな。面白い人が好きなんですっていう人。面白い人好きなんですって人。ハコ太郎好きな人はね、技術者だね。技術者。うん。ハコ太郎好きな人は、どちらかというと、そう、職人気質な人、クリエイティブな人とか、そういう目線で、ものを見る人。例えば、動画を見た時も、あ、動画面白い、楽しいっていうんじゃなくて、動画の、なんかこういう編集の、こういう演出に、ちょっと、こういう作者のこういう意図があるんじゃないかなって読むような楽しみ方をする人、そういう傾向の人が、ハコ太郎好きなのかな。カルテットさんを好きな人、カルテットさんを好きな人はうちの中で多分一番あれじゃない、アイドル味が強くない、ジャニーズとか好きな人、カルテットさんじゃない？多分。あとはまあ、なんかちょっと、まあ、毛色違うけど、ローランド様みたいなね。ローランド様的なね。なんだ、ホストなのか？ホストっぽいのかな？っていうのとかね。そういうのを好きな人は、カルテットさん好きなんじゃないかな。18くん推しの人はね、そうね、猫好きな人。猫好きな人。18くんを好きな人、猫好きな人。うん。その、猫が好き勝手遊んでるのを、ああ、よしよしみたいな。はい、もう自由にさせとくのが、それを見てるのが好きな人。なんかしたいとかじゃなくて、見守りたいんだよね、多分ね。見守りたいみたいな。うん。見返りがあったらあったで嬉しいけど、別になくていいんだよねっていう。そのまま自由にして、まあ、いいことも悪さも全部させときたいみたいな。とりあえず、自由にさせておいて、くのがいい。っていう人、そういうのが好きな人。あとは単純にね、低音が好きな人とかね。ジャイちゃんはあるよね。その、この、可愛いところからの、一転しての、あの、ノリの良さというか、ギャップ、強いよね。ちょっと、クレイジーな部分があるでしょ、ジャイちゃんって。いい意味でね。面白いって意味で。時々ね、マジでね、もうね、狂気なのよ。リアル狂人なのよ。ジャイちゃんは。僕はもうすぐ人と仲良くなるタイプなんだけど、ジャイちゃんもっとそこを振り切ってるから、まあそのうちのメンバーを好きな、人、箱推しじゃなくてその人推しの特徴をシリコさんなりにちょっと分析したら、そんな感じかなって思います。なんとなくね。